お疲れ様です。ヒーロー参上クレンジャーのヒロです。いつもご視聴ありがとうございます。海を山をふるさと。5つの腕で守るライダー、仮面ライダースーパーワン。今日は SH フィギュアーツ仮面ライダースーパーワン&V マシーンで遊んでみたいと思います。V マシンとセットのスーパーワンはエレキハンド右腕パーツに塗装の間違いがあったため、正しく塗装された右腕パーツが購入者に送られてきました。このスーパーワンも開封こそしていますが、パーツを組むのは今回が初めてなので、いつものごとくトラブル発生。左サイドカウル接続部分の形状が合っていないみたいなので、なかなか差し込むことができませんでした。あまりに固定できないので突起を削って無理やり押し込みましたが、当初は刺しても刺しても押し出され、そこだけで結構時間がかかったので動画では割愛しています。
サイドカウルを取り外して変身前の V マシーンを再現できますが、この時左側の足元にあるシフトペダルを取り付けます。サイドカウル装着時はクリアランスがないのでシフトペダルを取り付けることができません。バイク乗りの目線で見るとこのサイドカウルは乗り降りする時邪魔だろうなーって装備ですね。ということで今回の動画はここまで。動画が面白いって思ったらチャンネル登録と高評価、コメントなどもお願いします。それじゃあまた次回の動画で。ヒーロー参上、クレンジャーのヒロでした。バイバイ。